となりました。まず飛び出したのはやはり実力者の5レーンの青木玲物です。青木玲物はこの種目2回の優勝を誇ります。そして6レーンの渡辺からは5回の優勝、そして昨年優勝は4レーンの今井玲物です。安定戦が待ってきました。高校生も3人出場しています。まず 50m 積極的に行っています。5レーンの青木玲物、ミスの32秒07、日本記録を0秒47上回る速さです。青木玲物がまず積極的に飛び出しています。2番手は4レーンの今井玲物、そして7レーンの宮坂由紀乃が現在3番手、そして楠葉渡辺と続く展開。今井玲物は後半の非常に強い。まず 100m は第5レーンの青木玲物がミスト1分8秒53、日本記録までは0秒60と非常に速いペースで入っています。この 200m でも練習をしてきました。昨年優勝の今井玲物、そして渡辺から攻撃する者がこの6レーンから上がってきています。青木、今井、渡辺、宮坂と続く展開、最後まで目が離せなかった。